こんにちは。大阪で着付け教室をしております、着付け教室あやあやずです。今日はアンティーク着物をついたけに着る方法をやっていきたいと思います。アンティーク着物、以外にも小さいサイズの着物とか、あのついたけの方法を、取り入れたらいいと思います。私の身長が161センチなんですけれども、このアンティーク着物はだいたい147センチ、背から測った背縫いの身丈が、147センチでした。そんな147センチの着物でも中におはしょりを作ってきたらうまいこと着れるっていう感じです。で、この着方とかついたけの着方を、着ようと思う前にいろいろ自分でも調べたりとかして、でチョコさんが、もうずっと前にアンティーク着物をついたけで着る方法をブログで書かれていたり、最近もインスタグラムで配信されたりしてて、ここにおはしょりを作ったらいいよっておっしゃってたので、そのチョコさんの方法を取り入れさせていただいて、私なりにやっているっていう感じで着たいと思います。皆さんチョコさんの、インスタグラムの、動画配信もアーカイブで残ってるので、見られたらいいと思います。すごいわかりやすくて、素敵で、チョコさんいつもついたけで着られてるんですけど、かっこいい感じの着物姿で素敵です。では、やっていきます。まず羽織るときに気をつけないといけないんですけど、羽織るときに、手を通すときに、こんな感じで通したりとかもしますね。ちっちゃい着物のときは。で、沿わせて、で、襟先を持って、合わせていきます。左側合わせて、で、裾は後ろ床すれすれな感じで合わせてあげて、で、上げて、締める。で、上に着物を上げて、腰紐で、押さえます。で、腰紐の位置を、ちょっと上の方にします。で、しっかり締めてあげて、着てます。裾を上げて、靴でとかの時もあるんですけれども、草履と合わせる時とかは、スレスレとかの方が好きで、こうやって着てます。で、この時にもうすでにおはしょり全然出てないっていう感じなんですよね。147センチ、身長161センチの私とかだったら、もうちょっとこの身幅が細い人とかだったら足りてくるかもしれないんですけど、でもそれでも多分おはしょりはあんまり出ないと思います。で、この後ろとかが結構ぐしゃぐしゃになるので、線縫い、この裾の縫い目を探してあげて、裾の縫い目から脇のタグのところまでこうシワを寄せてあげてやったりとかします。こっちもタグがあるのでシワを寄せてあげて、で、ちょっと鏡で見てチェックします。ある程度シワ寄せれたかなって思ったら、ちょっと上にグッと引いてあげたりとかしてやっていきます。おはしょり後ろある人はこうしたらいいと思うんですけど、結構もうそのまま胸紐して合わせていきます。襟の幅をちゃんと整えて、高さ合わせて、でちゃんと後ろかぶってるか確認して、胸紐します。
で後ろぐしゃぐしゃなので背中のシワを取ってあげます。こんな感じです。結構裾はぐいっと上げてあげないとなんかドラム缶みたいになっちゃうのが嫌な人はぐいっと上げてあげてここまで着ていきます。で、まあちょっと簡易的に帯も巻いてみたいと思います。帯板つけて、で帯結ばな帯結びでやっていきます。帯幅をフリルとかでやると帯幅広げれるのですごい向いてると思います。普通の帯結びでもあのずらして帯幅を広くしてあげると良いと思います。でちゃんと締めたら後ろクリップ止めてこのクリップそのままで、でここでパタパタギリギリのところで折っていってあげて、後ろがあれですねちょっと帯がグリーンってなっちゃってました。直しました。で帯締めを止めます。こんな感じでアンティーク着物着ています。であとはフリル整えたり後ろパタンってして横と横をぐっと引っ張ってあげて伸ばして完成ってなります。できてるかな。こんな感じです。アンティーク着物をついたけに着てみました。ぜひやってみてください。着付け教室あやあやずでした。ありがとうございました。